はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。今日は1月4日月曜日、時刻の方は10時45分です。見える？テレテテテテンピピョー。はい、そんなわけで、はぁ、寒いね。でもなんとか今ね、10度まで上がってきたんで、まあちょっと寒いけど、暖房どうしようかなと思うけど、まあ厚着してればいいかね。空気悪くなっちゃうからね、暖房するとね。はい、そんなわけで今回は急いでってことで、Amazon Music ね、去年もちょろっとねお伝えいたしました。3ヶ月無料で音楽聴き放題っていうことで、3ヶ月だよね、3ヶ月間無料で Amazon Music Unlimited がね、Unlimitedかなね、これが使えちゃうんですね。お一人様1回限りね、このワンチャンスです。まあ1ヶ月無料っていうのはね、よくあるけど、3ヶ月無料で使わせてくれるってすごいよね。ね。で、これが、もう去年からやってるんだけど、1月の11日で終わりだし、これね。なので今日は1月4日なんで、あと1週間でね、このキャンペーンが終わってしまうよということになります。ああ、そうだった。ね、3ヶ月無料なんだったら、ね、まだ1回もサービスを使ったことないから、無料で使わせてもらおうかなって思ってる方は、この動画の説明欄にリンクがあるのでね、そちらの方から入っていってください。それで、まあ簡単に説明すると、この、リンク先を見ると、まあ、バーっとなってね、これ3ヶ月無料で音楽聴き放題です。で、広告なしで音楽が聴き放題ね、広告うざいよね。それがなくて音楽が聴き放題、そして7000万曲が聴き放題ね。はい、そしてインターネット接続なしで聴けるオフライン再生も OK ですよ、ね。はい、で、ポッドキャストをフォローしよう。これ何のことか分かんないけどもね。はい、で、このね、利用規約というものがあります。この注意事項をしっかりとね、把握してください。3ヶ月間無料なんだけども、会員登録は自動的に更新され、自動更新しない設定に変更しない限り、4ヶ月目以降は980円、プライム会員の場合は780円が更新日に、その都度ね、請求されます。毎月毎月課金されますよっていうことなんだね。で、あと本キャンペーンは1名様1アカウントのみ適用されます。ご注意くださいってことで、今すぐ登録するに行くと参加できるか、それとも お客様は過去にね、キャンペーン多少がで利用したことがあるから多少がでして、どっちかが出てきます。これを押すとね。なので、まあ、対象の方は入ることができます。で、元気なおじはこれ入ったことないんだけども、入ることができないです。メインアカウントでね。で、サブアカウントだと入ることができるんだけども、でもこれが出たら入れますね。でも登録しちゃうと、Amazon ってね、結構今すごい、なんていうの、AI がしっかりとしてて、一回入ったはいいんだけれども、同じ IP でやってると、例えばおじいの場合だったら、まあ、プロバイダーが入力されるよね。で、アカウントが違ってても同じ IP だと判断されると、同じ人が2回使ってる、不正利用だってことでね、後から課金されてしまう場合もありますね。なので、お一人様一回限りということで、で、お一人様一回限りなんで、じゃあ家族とか兄弟がいた場合はどうなんだっていうと、全然別の人だよね。だからそこのところは登録する人が違っていれば、まあ、ちゃんと判断でね、してくれるんだろうとは思います。ね。1アカウント、お一人様1アカウントなんで、このお一人様、お二人様いる場合はね、お二人分だからね、あくまでもお一人様、だ兄弟とか家族の場合は、これまた別だと思います。これね。はい。そんなわけで、気をつけてください。で、あとね、先ほど言った、ここの部分ね、自動更新しない設定。これ、そのまんま入った時は、自動更新するの設定になってます。要は、毎月毎月更新する。毎月毎月980円ね、払いますよっていう、そういう設定になってます。で、その設定項目で、アカウントでね、この Amazon Music Unlimited の設定のところで、自動更新しないっていう、する、もうするになってるから、しないっていうようにね、選びます。そうすると、3ヶ月経ったら自動更新しないで、そこで無料キャンペーンだけで終了できます。
お金は1円もかかりませんね、請求されることはありません。3ヶ月間使ったらそこで自動的に終わりますね、なので自動更新しないというと、あの登録してすぐに自動更新しないというのは2ヶ月目3ヶ月目あの使えなくなっちゃうのかなって、そんなことはないです。3ヶ月の無料キャンペーンなんで、3ヶ月は強制的にあの使わされるというかね、あのオフになりませんね、あの退会しない限り、なので4ヶ月目から自動更新するかしないかを選べるので、これを忘れてしまうとあのどんどん毎月課金されちゃうので気をつけてくださいね。いつかその何ヶ月か経ってから、元気なおじいのねソフトバンクみたいに半年以上過ぎてから、なんだこの金額高いじゃん、おかしいじゃんって気がする、何この550円って、あ Wi-Fi スポットエリアね、25ヶ月目から請求されます。うわー、2年間は無料で使えます。3年目から請求、うわー、こんなものあったっけか、忘れてたってねなっちゃうので、もうどんどんここはね自動更新しないにしておいた方がいいと思います。まあもちろんね、お金を出してあこれいいサービスだねと思ったらそのまま自動更新するにして、あの使ってくれても OK だし、まあ、本来そもそもそういうもんだからね。はい、お願いで、まあ、お試しキャンペーンやってるのでね、使える方は使ってくださいということです。あー寒いね、この話はもうここで終わりですね。もう鼻声、寒い、あったかいさもね、寒いのでね、普段は買わないコンポタージュね、めいちゃんが可愛らしい宣伝してるから、コンポタージュね、これはお得用のやつこの間買ってきたんだよね。いや買ったことないコーンポタージュ買っちゃったっつってね。でやっぱりこう置いといて、飲まなくてもやっぱ CM 見てると飲みたくなっちゃうんだね、熱くて飲もうって。あ不思議だね本当ね。で昨日買い物行ったんだけど、前回お得用がなかったから諦めてたやつね、最後にメイちゃんがこれも飲んでるよね、ホレーションのやつもね、あこれも飲んでみたいなと思って、なんでお得用がないんだろうと思ったんだけどね、ホレーションも買ってきちゃった。まだ封開けてないけどね、これも後でたっぷり飲もうね、もう見てるだけでなんかめいちゃんが頭にこうパッてこう浮かんでくるよね、ほっこりするよね。だからね、気温が10度でもね寒くないですね。はい、そんなわけで、終わります。11月じゃない1月の11日までなんでね、お急ぎください、ね、せっかくワンチャンス使えるんでね、3ヶ月無料で使える権利をゲットして、まあ、マイナスになることはないよね。一人でも多くの方、使っていただければなと思います。まあ、詳しくは、元気なおじいのこの動画の説明欄を見てください。スマートフォンで見てる方は、この動画の下にちょこちょこってやってると、タイトルが出てくるんで、動画のタイトルをクリックしてもらうと、ビャンって説明欄が出てくるんで、そこにね、ちょっと下にリンクがあるので、そちらの方からクリックしてみていただけると、このページに行くんでね、詳しい内容はそちらを見てください。あと、わからないことがあったらね、この動画のコメント、ね、どんどん質問してくれれば、知ってる方が回答してくれると思いますね。またまたそれおじいがまとめたいと思います。だけで、おじいはこの世で一番、まあいいや、はい、それではね、バイバーイ。